はい、皆さんこんにちは、スリーフォージャパンです。前回に引き続きインディアナポリススピードウェイでやっていきたいと思います。この前は、インディ500のコースを走りました。オーバルコースを回りました。タイムトライアルですね。今回についてはレッドブルエアレースのコースにチャレンジしたいと思います。ちょっとまだ、初めてなので、ちょっと地図見ながらゆっくり回っていきたいと思います。その後はフルスロットで行きます。なんかですね、地図によるとここがスタートです。ちょっとここ見て画面して行きます。そこですね、池の前、ここですね。下行きます。1回目ちょっとパワー絞り目でいきますので、コースを覚えます。ここですね。で、もう1個次がどこだ。で、これでいいか、これでいいか。で、手前くぐって、あー、ちょっと待って、奥ですね。で、ここでこれ地面と平行なのはちょっと今回も無視というところで、で、ここで一周ですね。で、ここでループ打つ。おっと、スピン入った。パワーがなさすぎました。では、フルでいきます。しっと。ここはパワー絞り目ですね。で、ここから右に曲がる。しっと。スピン入らない。お、気をつけながら。よし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 。手前から、で、奥、ここでパワー絞る、奥、ここは難しいな、なんとかいけたけど、危ないや、あの謎のポールよ。 OK、 で、ここで OK、 じゃあもう一回いきますね。これスピンに入らないように気をつけながら、とはいえなの、あまり調子乗ったら、このストール入りやすくなってるんでですね、本当に気をつけないと。ああ、これ切ってなぜいいの、これストール入るんですよね、今のバックプレッシャーかけると。かといって、うわ、難しい。ここは難しい。飛行機が薄くなってますね、これ。では、次回優先取ってみます。これ出すとオーバーショットだな。110これぐらいか。ここでパワーかけて100切ったらストールに入るから気をつけながら、
完全に薄くなってる。これも岩ですもんね。あ、これ引っ張りすぎない。よしと。ラスト、やっぱりもう一回行こう。ちょっと綺麗に行きたいな。むずいな、マジで。この岩をちょっと高めにアプローチして。OK。だいぶ分かってきた。ここは伸ばし続けるパワーで一回緩く OK。 ここはパワー引く、ここ引く、ここはシュートはしょうがない。でここで次ピンになるからパワー出てくる。非常に難しい、ここのコースは。いや、非常に難しかったです。じゃあ今日はここで終わります。ありがとうございました。またここのコースもできれば勝負になるかもしれないですけど、難しすぎてまたやれたらなと思いますので、りゅうちゃん、じょうちゃんとやればやっていきますので、また引き続きよろしくお願いします。どうもありがとうございました。